珍しく夜です。こんばんは。オープンしましたね。聞こえてないな。イサンペイさんの日々これ口実、ミサピョンです。こんにちは、こんばんはか。14代です。今日はじゃ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 ん、先日からお話ししている工房の横にできた焼き鳥屋さん、宇宙店に来ております。オープンおめでとうございます。あれ、おめでとうって言ってくれんと。おめでとうございます。撮ってるの忘れてるやろ。すごい素敵なお店になってるんだ。ちょっとあいにく雨にはなってしまいましたが、はい、どうぞ。こんばんはで、こんばんは。メニューから串物のハツ、ゼリー、本当にオーソドックスなものがほとんどなんですけど、思ったより安いですね。そうですね、うん、14代この間自分一人で食べに来ましたよね。はい、私抜いて。はい。どれが美味しかったですか。手羽先美味しかった。マサ君とかシトと、そうですね、手羽先が、そう、この手羽先すごい美味しいですね。パリパリで、あとね、ぜひぜひ。何やったかな、ネギマも美味しかった。うん、手羽先ネギマですね。ぜひじゃあこれから食べていきましょう、まだ、今はそういうのないのかもからんけど、ちょっと14代、はい、サクサク食べてますか。はい、美味しいですよ。あ、すごいですね。うなえもんさんの器を取り皿に使うという宇宙店さんです。そう、ね、すごいよね。とんでもない。そして、はい、あなたのおすすめの手羽先をどうぞ。手羽先見せて見せて。お、ほら、天ぷり、お塩、塩だね。うん、塩じゃん。うんうん、食べて食べてね。そういえば皆さんに14代が物を食べるところを初めてお見せするかもしれません。美味しい？あ、すごい湯気が出てる。ほかほかやん。ほかほか。ほかほか。あ、おはようございます。すみません、ありがとうございます。私も食べたい。ここからですか？さあ、じゃあぜひ。次を食べたいと思います。え、これ木材一本もの、すごいんですよ。これ何でそんなことあるんですか。どうしたんですか。このこだわりは松山さんのご主人のこだわりです。私手のひらが確かに小さいけど、20センチ、すごいね。結構厚く、うんうん、よし、じゃあ頑張って飲もう。いただきます。あら、カレーだぞ。あい、おいしい。それでは、すいません、私大概飲み進めてしまいまして、宇宙店これで終了したいと思います。いつまで終わってるの。一人で出来上がっとるもん。あとでまた焼き上がったのを写真撮りたいと思います。それではまたねー。